はい。おう。おう。おう。あ、これはこのぐらいどんどん入るよ。このタート、ほらほら。ほんぼ、ほらほら。はい、おはようございます。棚木家テレビショッピング動画ショッピング、今日はねちょっとカットしなきゃいけないものがあるんですよ。なんだろう、髪の毛じゃないよ。え、今の前の下り順カットしないといけないそのカットじゃないね、動画のカットじゃなくてテレビショッピングの下りをカットすればいいですよね。あー、まあそうとも言いましょう。棚木家テレビショッピング動画ショッピングですね。今日はですね、このカッター、カッター、カッターマン。ね。何をカットするんでしょう。ね、結構古風な機械なんですね。この強力 K-1620 のご紹介です。自走なんですよ。とことか歩いてきたね。エンジンかけて。これチョークして。はい。はい。前進。バックね、軽トラックも乗せられるね。さあ、今日はこの罠たくさんあります。この冬のね、準備。今やらなきゃいけないのは、この罠を巻く。ね。やってみましょう。そうなんですね。この罠、非常に重要なんですね。今これ見てください、ほら。ね。まあ、ダウンジャケットを着せてると思ってください。藁のダウンジャケット。ね。ここもやりますね。ほら、ここね。こう寒い寒い、北風ヒューヒューみたいな。だからこれをこうやってね、こうこうやってやってもらって。これまだ洋木だから、特にこの洋木はね、藁を巻いてもらいたいんだな。うん。こんな感じで。うん。うん。チョークをします。はい、チョークした。はい、アクセルを上げます。ウサギの方。そしたらね、これまずブレーキかけていて、お、またこれを入れないと。出ました。さあ、どうなる。いきますよ。お、結構細かくなるね。はい、かなり細かいですね。この口に入るぐらい入れるのがポイントです。はいはい、おうおうおう、なんとかなりそうだね。こう紐になるようなものはここに入れないようにしてください。はいはい、あー、ふかふかだ。うん、ふかふかだ、最高だ。うん、例えばこういう、こういう畑でこの少しこういうデコボコになってるとこは特に土としていっぱい触れましょう。はい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 、ありがとう。
はい。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 ブレーキがついてます。今の歯の感覚はこちら。ストローが3センチ。ストロー。3センチです。ね。じゃあ3センチ以外に 8.5、150、115、65、22、13、19。好きなところで交換できるんですね。歯の 歯車4種類の組み合わせによります。ここにあります。ほら見てください。ね。これが予備の歯車ですね。これの組み合わせによって4種類の長さが変えられます。ちょっと見てください。どうぞ。こういうことです。こういうことです。これによって歯車によって細かくなったり大きくなったりします。はい。このカバーを取ってください。はい。この歯車とこの歯車とこの歯車とこの歯車の組み替えで、変わります。感覚がやってみましょう。よいしょっと。これあえて取りますよ。これ。はい、取る。はい、取っちゃう。はい、それでこれは3218歯車です。でここに出したるは12と38枚ね、かなり大きな歯車になってきます。ですのでこれをじゃあ15センチで思い切ってやりましょう。15って言ったらこのぐらいだからね。15センチにするにはこれが下に来るだそうだ。これが下に来るだそうだ。はい。で、これが上に来る。はい。油ですね。こういう時は油が必要です。この潤滑油、こういうとこも油ね。ここも油ください。ね、ここからも油。はい。これダメ。あ、ごめん。これでいいんだ。そんなハンマーいるほどじゃなかった。そしたらこれをワッシャー、はい、こっちのワッシャー、はい、でこのスナップピン、はい、スナップピン、はい、OK。 そしたらこれを今度はこれを今度はこっち収納ですね。そこら置いとかない、また使うからね。これで収納。さあ一体どのぐらいのあれになるかね。よし。よいしょ。
はい。うわ。わお、これはまさにちょうどストローサイズですよね。ストローまさにわらね、ストロー級な、このぐらいの長さの方が春までのこのちょうどいい感じになるんですよね。土に帰るまでの時間があるというか、それと梅雨の時です。梅雨の時にこのぐらいだと水を吸ってくれるクッション材になるんですね。細かすぎると土にほら帰っちゃうから、うん、このぐらいいいですね。はいね、ほらちょうどいい。やったー、勝った勝った、わら勝った、自走式だ、強力 K-1620。 お値段はふぅー、ストロー級に細いですね。この価格、プレゼントもついてきた。0120-413-883にお問い合わせ。たなきか動画ショッピングでした。ふかふかしてるうわ気持ちいい。これこれ意外にいいよ。これ皆さん、この藁のベッド、あ見てください皆さん、ここまさにここには銀河があるんですよね。ここはまさにパープル世紀です。あっちの銀河とこっちの銀河がつながっている。いいね。